はい、こんにちは、はるきです。こんにちは、あかりです。これからちょっと晩ご飯買いに行きます。じゃ、ここです。シェイクシャック。昔ラスベガスでシェイクシャック行ったんだけど、店ここ小さいけどね、外見の雰囲気そっくりだよね、うん、10分ぐらいで切れそう。これスターバックスもあるじゃん。 QFC の中に入ってるかな、うん、買っちゃう。うん、いいよ。はい、ここは QFC っていうスーパーの中なんですけども、ここのピザ屋さんでピザ食べます。なんかそれでサラダ買うの？うん、いいよ。何？葉っぱのサラダだったらあれじゃないの？パックになってるサラダのあれがあっちにあるじゃん。この辺ランチとか、これはキットだからついてると思う。タンジェリンビネガーだって、これにしてみる。オッケー、次は。はい、じゃあこれ買ってみました。これなんかタンジェリンビネガー、ビネガーウェットとか、うん、美味しいか。それとこれ美味しいよね、このベルベットのやつ。買ってみる？うん、あとずっと向こう見てて。トップポットはどうなの？これ買いたい。じゃあこれにするか、うん、これ、ここもそうなの？これもトップポット。こっちは違う。これは違う、SBSBB って感じだね。うん、ベーグルだ。ベーグルか。ちょっと買おう。あれも美味しいだろ、ラズベリーの。そうだね。メープルバーガーも美味しいな。メープルバーと、あとこれにしようかな。パパ何より2つ頼めばいい。2つずつ買えばいいと。これ食べたい。オールドファッション。それとこれ、はい、はい、じゃあドーナツ買いました。このさ、あのトップポットのドーナツってこれシアトルのドーナツなんだよね。そうそうそう、これ地元のドーナツ屋でね、最初1軒しかなかったんで、うん、ハロウィン用になって、うん、高いよ。でも8ドル99もしてる。ちっちゃい袋で。Thank you. Welcome valued customer. Remember to take your receipt. Thank you.それじゃあバーガー取りに行きます。はい、じゃあバーガーももらいました。それとまたチータベラのすごい美味しいあれだよね、うん、ピザ。このチータベラっていうのもね、地元のイタリアンレストランだよね。ピザ専門みたいな感じのところだね。これね、釜があって釜で焼くんだよね、うん。
はい、それじゃあ持って帰って家で食べます。はい、家まで帰ってきました。これからダイニングルームで食べようと思います。さっき買ってきたパックになってたタンジェリーヌのサラダ、うん、タンジェリーヌサラダ、なんかドレッシングがね、ジュース本当にオレンジ色してた。そうなんだ、すごいいい匂いしてるね、うん、はい、それとこれがドーナツ、うん、まあ、これはね、全部は食べられないね、うん、すごいドーナツ。それとマルガリータのピッツァ、中タベラのマルガリータピッツァです。それとシェイクシャック、ちょっとなんか斜めって斜めってる、ちょっと斜めって作り方が雑だシェイクバーガーだっけこれ、シャックバーガー、シャックバーガー、シェイクバーガーじゃシェイクは飲み物のシャックバーガー、こっちは食べてみます。うん、美味しい、うん、美味しいよね、うん、トマトとレタスとチーズが入ってるのか、うん、うん、トマトもすごいトマトって感じ。家ではちょっとお酒は飲まないんで、ベリエの炭酸水です。なんか袋が小さいの結構入ってるね、うん、うん、すごいなんかオレンジの匂いがする味は、うん、オレンジの味だよ、オレンジの味、うん、うん、でもサラダと合う、うん、はい、ピッツァです。ちょうど半分だけ焼き直してきました。じゃあこれ食べていきます。うん、美味しい。これはね、すごい薄いピザなのね、これ。うん、生地が薄いのね、うん、ここのところは結構厚いけど、この本当の真ん中の部分はすごい薄いピザです、これ。うん、美味しい。うん、まだ食べてんの、うん、ちょっと食べない。美味しい、これ美味しい。もう一個食べちゃっていい？うん。これただチーズが乗ってるだけでね、何も乗ってないからね、これね、うん。でもシンプルで美味しい。うん、これ一番美味しい、一番好きで、うん。はい、それじゃあデザートにドーナツ食べたいと思いますけども、4つはさすがに食べられないんで。この一番大きなこのメープルバー、これ半分にして2人で分けて食べようと思います。はい、それじゃあドーナツ食べて今日の動画はおしまいですよかったと思われた方は高評価お願いします。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それじゃあまた次回お会いしましょう。